始まりましたダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のさやねです。よろしくお願いします。今回の動画は D リーガー大募集、新メンバー募集してるっていう動画です。はい、皆さん D リーグってね、ご存知ですか？結構ね、このチャンネルの視聴者さん、アンケートを取ったことがあるんですけどね、将来プロダンサーとしてどういうお仕事をしたいですか？ダンスの仕事っていろいろあると思うんですけど、アンケート取った時に、一番多いのはね、テーマパークダンサーを目指してますっていう方が、このチャンネルやっぱ一番多かったですよね。もともとユニバーサルスタジオジャパン USJ のダンサーだったので、もちろんテーマパーク好きなんですけれども、でも私ストリートダンスもすごい大好きで、やっぱ大阪に住んでましたので、そういうコンテストとかそういうのも自分が出るのはちょっと億劫になってしまいましたけども、見るの大好きで、 D リーグっていうものも私最初の01の2020年から始まった D リーグの最初のシーズンからもずっと欠かさず見ております。大ファンでございますっていうところで3、4年続けてずっと見てるんですね。で、その D リーガーがですね、この間ね、予選というかね、そのラウンドが終わりまして、今シーズンもで、もうあとは6月9日に残したチャンピオンシップっていう本戦ですね、こちらを残すのみとなったということで、大盛り上がりでね、チャンピオンシップに出るチームが決まったわけですけれども、その D リーガーさんたちの新メンバー募集っていうのがもう始まっておりましたので、ぜひご紹介していきたいなと思います。はい、私ですね、さやねと申しまして、幼稚園の女の子と、あと小学校5年生の男の子を育てる2人のママでもあり、あとダンスも大好きでですね、いろんなダンスの仕事もしながら、今はねパートもしながら、ライフスタイルに合わせてでもダンスをずっと楽しく続けてるよっていうダンス大好きのお母さんでございます。このチャンネルではダンサーさんをゲストに迎えた対談のダンサールーツだったりとか、あと私みたいにこうやってこう結婚出産後のダンス人生もダンスが大好きで続けてるよっていうお母さんたちが出てくれてる、こうママトークっていうねシリーズもあるので、ぜひ再生リストのタブ開いてもらったら、そのママトークだったりダンサールーズだったり見やすいようにねまとめているので、ぜひ結婚出産後のダンス人生どうしようかなって悩まれてる子とか、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルでございます。ぜひね、参考になったなとか、ダンサーさん私も大好きっていう方、ぜひコメント、チャンネル登録、グッドボタン、高評価で、ダンサーさんたち私もね応援していただけると励みになりますので嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではですね、何これですね、Dリーグって、ストリートダンサーのコンテストなんでしょっていう風な、もしかしたらイメージもあるかもしれない。でも私はなんでこの D リーグをね、最初すごい好きになったかって言ったら、01で生まれた時にめちゃくちゃ感動したことがあって、D リーガーさんってね、大きな会社がスポンサーで各チームについてくれてるんですけど、その企業が、チームを D リーグのチームを持って、お給料をねダンサーさんたちにお支払いする、その年俸制度みたいなものですよね。ちょっとスポーツの世界で行われて、Jリーグをモデルにしたっていう話やったんかな。これまで野球だったりサッカーだったり、あとはB リーグっていうものも、バスケットもね誕生しましたけれども、あとM リーグって麻雀とかもありますよね。いろんなリーグがね誕生する中で、スポーツってなんかやっぱりこうオリンピックがあったりとかさ、なんかテレビで注目されたりとかさ、なんかこうやってることに対してすごい権威性もあるし、スポーツってこう民主国民全員が子供の時から体育とかで親しんでるもの、楽しんでるもの、信頼性と、そのやっぱりこういろんなものが注目してくれてるっていう、のがやっぱスポーツってあるじゃないですか。でもやっぱりこうダンスを、私もね4歳から踊ってきて、もう36歳になりましたけれども、ダンスをねやっぱこうやってきて、やっぱひしひしと当時ね思ったのは、やっぱ学生の時とかね思ったのは、やっぱりこう岸和田駅とかでさ、地元大阪なんですけど、岸和田駅とか、ちょっとこうストリートでね練習してお金ないからさ、こう暗くなった時にこう夜みんな集まってこう練習したりとかねしてたわけですよ。そういう時にやっぱりこう大人からこう見る目というか、ダンサーさんってやっぱりちょっとこう危なっかしいよねじゃないけど、こう不良がやってるものっていうのはもう当時あまりなかったですけど、やっぱりこうなんかこう夜遊びしてるように見られたり、チャラチャラしてるように見られたり、なんかあんまりこう大人の人からいいイメージで見られたことが、やっぱり勝手な私が思ってただけかもしれんけど、若干偏見の目でダンサーって見られてるなっていうのを、やっぱずっとそのちっちゃい時から踊ってきて思うわけですよ。大人になってからも、ダンサーってやっぱりなんか社会のどういう役に立ってるのみたいなところが、こうね、こうしっかりこうビジネスをしてる人からは言われてしまったりとか、経営者の人たちってやっぱりこう多くのお金をこうね、日本にこう税金として納めてらっしゃるわけじゃないですか。日本の社会を良くしようとたくさんこうね、お金を納めてくれているっていうところもあって、なんかあんまりそういう人たちからいい目で見られてないのかな、ダンサーっていうのはっていう。なんでなんか勝手になんか私もこう、大人の人たちってすごい偏見の目で見てくるしとかって思ってたけど、私もそういうなんかこうビジネスマンとか経営者の人みたいな
人に対してちょっと若干偏見の目がある、そのどういう価値観を持ってるかわからんかったからね。でも周りにおらんし、なんか会社でそのビジネスバリバリしてるみたいな人とかね、なんかなかなかやっぱね、家族戦争の時とかおらんから、なんかいまいちこういいイメージを持たれてないんだろうな大人の人たちはって思ってたら、なんかやっぱりその D リーグのこう発表会というかね、こういうものを D リーグっていうものをやりますっていう発表会って言わんのか、カンファレンスっていうんですか、なんかこういうことやりますっていう時に、まあ LDH のね、ヒロさんとか、あとはアベマとかもあの D リーグは流れてますけど、やっぱサイバーエージェントの藤田社長さんとか、なんかそういう名だたるすごいこう有名な経営者さんたちがやっぱりね、いろんなあのソフトバンクとかもそうですけど、なんかこういろんな大きな会社の人たちがやっぱこうダンサーがこうやるっていうものに対してお金を出すよ、自分のこうプラットフォームを貸すよとか、音楽とかダンスっていうものはもう若い時、学生の時とかに勇気づけられたから、何か恩返しをしたいと思った、出資をしたいと思った、ダンサーっていうものに対して、投資をしたい、出資をしたいと思ったっていう、なんか結構その D リーグやりますの発表の場の時にいろんな経営者のそのおじさまたちがダンサーに対して、我々はこうサポートしますみたいなことをどん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 発表してくれるわけですよね。はい、なので、私なんかそういう経営者のおじさんたちって、おじさんって経営者のおじさん、私はおばさんやのにね、そう言ったらあかんかもしれんけど、経営者のおじさんたちってなんかあんまこうダンサーに興味なさそう思ってたら、めちゃくちゃダンスのこと押してくれるやんみたいな、なんかと思って、そういう感じみたいな、 D リーグのそのチームを持ちたいって言ってくれる企業さんたちがもうどんどん喋っていくんですけど、あ、こんなにダンサーに興味持ってくれてる経営者層のおじさんたちがおったんやと思って、ちょっと感動したんですよね。なんか嬉しい、なんかダンサーだけがダンスを好きみたいな、あのやっぱね、時も知ってるから、時代もさ、やっぱりこのね、TikTok とかでさ、すごいダンスに対するハードルもすごい下がってますけど、なんかいろんな多くの人たちが楽しくダンスを楽しめる社会に今こうなろうとしてなっていて、でさらにそういうね、日本の経済をこう豊かによく知ってくれようと頑張ってくれてる、そういう人たちまでなんかダンサーに対して未来を感じてさ、なんかやっぱお金を出したい、出資したい、投資したいと思ってくれてこう始まったわけですよ。まあその時のね、動画っていうのはなんか探したらもうなかったんですけど、もう1時間以上も長いね、その発表のやつは私が感動した動画っていうのは多分生配信かななんかだったんで多分残ってないと思うんですけど、 D リーグの YouTube チャンネルのもう最初の方、昔のやつとかに多分遡ってもらったら、多分だいぶジェットカットされて、なんか数分だけその経営者さんのインタビューとかももしかしたら残ってるかもしれないんですけど、裏でこうサポートしますよって言ってくれるその企業の人たち、会社で働いてるそのダンスとは全く縁のなさそうな人たちがプッシュしてくれてるその姿発言を見て、偏見の目で見られてると思ってたそのビジネスマンの人たちが、実はダンサーに対してすごい好印象というか、いい印象を持ってくれてたというかね、あ、そうなんだと思って、私も嬉しくなってですね、ダンサーのために支援しようとしてくれてるわけやから、もうダンス好きの私としては、まあ、やっぱダンスをね、で人生を豊かにしてもらった一人としては、やっぱり私をね、やっぱ応援していかなあかんちゃうかと思ってね、でまあ D リーガーの中にはこう昔からその大阪時代から知ってる子たちもやっぱり D リーガーとして出てたりもしてたし、ちょっとやっぱ私も応援したいなと思って、こう見守るだけですけど、アプリ会員なんで、まあ、ジャッジしたりとかファブをしたりとかして私も応援してたんですよ。で今回 D リーグだけに特化した動画はちょっと今回初めて出すんですけれども、キャンディー調べではちょっと3チームが今現在、募集をかけてるので、新メンバーさんですね、 D リーガーになりたい人どうぞっていう募集をかけてるので、ここでご紹介していきたいなと思います。では早速いきましょう、お願いします。まず、締め切り順に、行っていこうかなと思います。締め切りがそう早いんですよね。5月31日締め切りですね。こちらがですね、メディカルコンシェルジュアイムーンというチームでございます。アイムーンちゃん、今回すごい成長を見せてくれたアイムーンちゃん、ディレクターって呼ばれる、まあ、振付師監督さんですよね、が、水江さんっていうね方でございます。女性の方、はい、杏仁豆腐知ってる人は知ってるかな。杏仁豆腐っていうあの女性3人チームの、あのかっこいいジャズとかヒップホップも踊れる、もうね、私も大好きでございます。そんなコンテストにも学生の時から出まくってた杏仁豆腐のメンバーの一人、水江さんが今回ディレクターで入っております。まあ、最初のね、私が最初に見たシーズンの時はルーさんが監督をされてたチームだったんで、すごいちょっと可愛らしい女の子らしい、結構アイドルちゃんっぽい振りをしたりとか、 K-POP っぽい振りをポンってしたりとか、あとはもう群舞でね、やっぱルーさんの時はやっぱ群舞でもうバチ揃えみたいな振りとかもやっぱすごい多かったイメージなんですけれども、やっぱ今回
回ね、あの水江さんに変わったことで結構グルービーなこうノリが入ってたりとか、え、アイムーンちゃんそういうことやるっていう、結構新しいジャンルとかにすごい取り組んで頑張ってやってた。なんかこうあのコロ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 あの衣装の雰囲気とかこう踊りのジャンルとかも変わってって、ポテンシャルこんなにあったんだみたいな、いろんな殻をね破ってくれた今回ディレクターさんだなと感じております。この水江さんがですね監督で入っております。このアイムンちゃんが次新メンバーをね募集してるということで、ぜひ、ジャズとかね、あの今回ヒップホップとかもだからオールドスクールっぽいことこうやってましたけど、ファンクみたいなノリもやってましたけども、まあ、ジャズとかにとらわれずそういうのが得意な子もあのアイムンちゃん受けてもいいんじゃないかなと思います。この水江さんもね、あの多分2人お子さんいらっしゃるママで、ちょっと私水江さんもちょっとオファー出してみたいですけどね。全然喋ったことないですけど、水江さんとか出てくれへんかなと思ってますけど、まあ、次いきますね。次はサイバーエージェントレイジットですね。締め切りがですね、新メンバー募集してますけれども、6月14日の金曜日まで受付をしてますというところで、こちらもレイジットね、正直優勝候補ちゃうかなっていう今回のチャンピオンシップレイジットですけども、去年も優勝候補だったんですよね、レイジットは。だって、まあ、ところがまあカドカードリームズが、ね、優勝したっていうところで悔し涙を飲んでましたけれども、レイジットもさ、なんか伸びしろがすごくてですね、あポップですね、ジャンルは。なんか結構ポップとかで全然できてないけど、フレーズのあのポンプとか、あとはロックとか、あとなでもクランパーの子が入ったりとかね、ブレーキンできる子が入ったりとかもしましたけども、どんどんねいろんなジャンルの子が入ったりもして、でディレクター監督さんがですね、フィッシュボーイさんになります。はい、エクストリームの中田のあっちゃん の弟さんでございます。フィッシュボーイさん、ダンサーなんですよね、ポッパーで。あの正直最初のデビューを飾られた時は、私はなんかこう結構華やかなモノリスさんとか、やっぱアイムーンちゃんとかさ、やっぱちょっとこう華やかなこうファッションとかもすごい気を使ってる人とかが、やっぱこう華のある人とかにすごい目が行きがちなんですけど、でそんな中でね、やっぱねレイジとは最初正直ちょっとパッとしない、言葉選ばなこうファンの人に叩かれるけどさ、なんかそれ最初ちょっと地味めじゃなかったですか。そう思ったらダンサーってすごいさ、こうファッションが派手な人とかも多いじゃないですか、メイク派手とか。でもそんな中ではね、やっぱりレイジと最初ちょっとこうおとなしめな見た目はね、雰囲気、うん、もちろんこの、スキル、個々のスキルはすっごいね、バトルとかでも賞を取ってる子たちばっかりだったんで、やっぱり個々のスキルは高いけど、やっぱりその群舞踊ってもなんかまだちょっとこう、まとまりもないしみたいなところからさ、でもなんか、やっぱりさ、ポップやる人とか、そのロックやる人、オールドスクールやる人って、やっぱコツ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 職人タイプがやっぱ多いわけですよ。私のイメージね、こうダンスずっとやってきて、私のイメージ、こう、真面目さん、職人さんっぽい、こう、みんなでわちゃわちゃイエーイってやるっていうより、こう自分と向き合ってひたすら練習してるみたいな、ひたすらこれもちょっとこっち行かれへんかなみたいな、この数ミリをひたすら練習してるみたいな人たちのイメージもあって、だからやっぱそのコツコツさんたちの積み重ねがドバドバ出てきてるのが、やっぱこの2年ぐらい。そう、最初の1年目ではもうちょっとなんかこの派手なダンサーたちの中ではちょっとこう影に潜んでた感じがしたんですけど、でもこのね、やっぱね1年2年でね、土台のこのさ練習の積み重ねと、そのチームね、メンバーさんもそんな入れ替わってないですから、なんかそのチーム力、チームで見せる群舞みたいなところもさ、パワーを出せるようになってきて、絆もと成長がどん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 みんなで成長とレベルアップしていってるっていうので、なんかめちゃくちゃやばくなってきてるなっていう、チーム力もっていうのがやっぱこうレイジットさんの魅力だと思うので、なんかそういうのがね、やっぱり今回優勝候補ちゃうかなっていうぐらい、結構ね作品もさ、なんかその真面目にめちゃくちゃスキルで見せるところもあれば、なんかたまにさ面白い作品とか挟んでくるじゃないですか。私なんか今回のシーズンじゃないのか、あれコーヒーのやつとかすごい好きでしたけど、ねえ、なんかたまにラジオ体操やったりとかさ、なんかさ面白いネタもたまにさ挟んできたりとかね、そういうのもあってね、すごい面白いですよね。オールドスクールがやっぱ得意だとやっぱレイジットの雰囲気に合うのかなとは思うけど、まあぜひぜひね、作品も面白いのでぜひ見てから、ジャンルちょっと違うかもっていう子もぜひ、レイジットの作品自体もすごいこうユニークなのでぜひ見てください。オーディションエントリーページとか、インスタグラムないしこうホームページっていうのはこの説明した概要欄の方に全部載せておくので、私が今ね紹介している D リーガーさんたちのダンス動画ぜひご覧になってくださいね。飛んでみてみてください。では次行きましょう。では最後ですね、3つ目、セプテニラプチャーズでございます。セプテニラプチャーズ、はーい、こちらもですね、みんなもとにかくうまい
まあ、難しい、めちゃくちゃもうマニアックすぎて難しいことめっちゃやってるよ。ダンス経験そんなない人が見たらあのちょっとわからないぐらい、結構クロートが見たらめっちゃむずいことやるなっていう難しすぎてなんかマニアックにな、あの上手さもう本当にうまい若手が多いと思うんですけれども、いつもねこうすごいスキルを見せてくれる、子たちなんですけれども、セッティングレクチャーズが、今回ですね合格したらプロとして契約ができるそのオーディションと、で2つ目がそのユースセレクションも今回同時開催です。日程が全く同じなんですけれども、エントリーページがねちょっとセッティングレクチャーズさんはね2つページあってですね、合格したらすぐプロ契約っていうところと、もう一個はユースセレクションの方はちょっと育成、合格したら、育成しますっていうそのプロになるため の, その育成段階の、ところで合格者を出すっていう、この2つを今回ねあのエントリー募集していますっていうので、ちょっとねこれあの気をつけてほしいんですけど、多分どっちも15歳以上で高校1年生以上ってことですをどっちも募集かけてるんですけれども、プロになったら多分給与になると思うんですけど、こっちの育成の方で合格したら多分お月謝が発生したりとか、多分そのお金面とか待遇面があの違うので、ちょっとそれ気をつけて、2つとも説明した概要欄にエントリーページも載せときますけど、自分がセプテニーラプチャーズでエントリーしたいっていう時は内容をよく見て気をつけて、間違いないように応募してくださいっていうところでお願いします。はい、さやね調べですけど、ちょっと今回エントリーしてるなっていう D リーグのチーム、この3つだけだったかなと思いますね。締め切りがもう終わってたっていうチームも残念ながらあってですね、オーディションチェックするのが遅れて申し訳なかったですけれども、ABEX ロイヤルブラッツっていうチームと、あとライフルアルトリズム、ああもうね人気なチーム、もうね面白いチーム2つですね。この ABEX さんもすごい人気だと思います。この ABEX さんとライフルアルトリズムさんの方はもう4月にメンバー募集をしてたそうなので、4月でもうね締め切りが終わっちゃってました。申し訳ないです。ね、もし ABEX 好きやのにとか、ライフルアルトリズムもねすごい個性的ですよね。なんかもういつもね楽しませてくれる作品作ってくる、そうね、どちらも人気のねチームですけれども、すいません4月で、新メンバー募集が終わってたので、ちょっと今回応募できなかったっていう方、大体だから春頃に、4月に募集が終わってたっていうことは、また来年の春頃にはまた3、4月ぐらいにちょっとこうポチポチとオーディション情報出てないか、そこのチームが良かったなっていう方はぜひ来年の春また、トライして情報をしっかりつかめるように検索してくださいね。結構締め切りが近いじゃないですか。はい、今回動画を開ける締め切りがすぐ近いので、どのチームもなので、それで間に合わなかったっていう方は本当にね来年もトライしてほしいんですけれども、なんかね全チームで毎年募集してるっていうわけでもないんですよね。今回なんかあれ募集してたかなしてないなっていうチームも結構いらっしゃったので、2週間に1回そのあれだけクオリティの高い作品をやっぱこうステージで踊らないといけないっていうところで、めちゃくちゃ練習してると思うんですよね。すごい過酷だと思うし、その華やかにメディアからお話が来たり、ダンサーをこうねクローズアップしてくれるっていうのをやってる、ステージなので、なんか華やかな、面もありつつ、でもやっぱりその練習っていうのはやっぱり過酷になってくると思うので、でもそれだけねやっぱりこう長いダンス人生の中でこの D リーグに関わると、やっぱりすごい成長できるチャンス、若い子とか特に成長できるチャンスになると思うんですね。そんだけダンサーをこう打席に立たせてくれるというか、アウトプットしまくらせてくれる、で 毎回すごいプレッシャーもかかりますからね。ファンの人たちもいるし、体も心もやっぱこう成長させてくれるっていうのがこの D リーグだと思うので、ちょっとでも、興味あるなとか、ぜひダンスチーム本当にいろんな個性が違うので面白いので、ぜひね自分がこのチーム好き、このチームの作品作り好きとか、メンバーさん、このダンサーさん好きとかね、多分推しがこう見出したら推しができてくると思うんで、ちょっと D リーグ見たことなかったわっていう方はぜひ6月9日にチャンピオンシップがあるので、それをぜひ見ていただいて、まあ、東京、ガーデンシアターの方かなでやるんですけれども、まあ、会場に行けなくても D リーグはほらテレビで見れますかな、テレビとかスマホで見れますかな、無料のねアプリで見れる、配信プラットフォームもありますし、まあ、アベマみたいなそういう有料で、サブスク払ったら見れるみたいなやつもあるんですけれども、お家からでも応援できるっていうものになりますので、ぜひ知らなかったわっていう方、今回のねチャンピオンシップ見てください。また今回まあ、ラウンドのその予選から見るとやっぱ盛り上がれるので、今回のシーズン見れなかった、今まで D リーグ見たことなかった、見れなかったわっていう方は、次回のその 2425 シーズンはぜひ最初のラウンド1から見ていっていただけると、最後のチャンピオンシップでわーって盛り上がれる
るんじゃないかなと思うので、D リーグの方の、ホームページも、説明した概要欄載せとくので、ぜひね、チェックしてみてください。もしね、今後また新たな、チームメンバーのオーディション、D リーガー募集がかかったら、ちょっと投稿だと間に合わないと思うので、ちょっとショート動画の方とかで、募集始まってたよ、このチームもっていう形で、あげようと思ってるので、新しい情報をすぐゲットしたいっていう方は、ぜひチャンネル登録、あと、ベルマークをポチッとしといてもらったら通知が行くと思うので、ぜひ、ダンサー特チャンネル、登録と応援の方よろしくお願いいたします。チャンピオンシップ楽しみですね。今ね、収録してるのが5月の末なんですけども、なんか来週の月曜日には、ザ・ダンスデーがあるということで、そう、ザ・ダンスデーも楽しみやしね、なんかもういろんなところでね、ダンサーのためにこう、いろんなステージを用意してくれてる場がどんどん増えるっていうのは嬉しいことですよね。なので私もね、全力で、出るわけじゃないですが、応援はしたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。せやねでした。ほらだー！ D リーガー挑戦する人、頑張ってー！ D リーグ好きな人もコメントくれー！